番組の最後は名古屋市の中心にあるホテルミラージュ。どのお部屋も雰囲気が個性的で居心地のいい癒し空間を演出。お一人でもご利用可能で、満喫した時間を有意義に過ごせるのが特徴です。お待たせしました、はい、本日のメインイベント、はい、スペシャルロイヤルスイート来ました。 F ランクですよね。E ランク、 E ランク、 F、 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 合ってますね。最上級です。これはいくら？48,990円、はい、税別。でもここも結構入るんですよね。ここも決まるんです、すぐね、決まるんです、ちょっと楽しみになってきましたね。やってみましょうか、ね、ょう最上級で、ね、はい、はい、行きましょう、はい、はい、とか言って見たことある、ね、見たことない、はい、とか言って、はい、すごいこと。あ、俺も見たことあるよ、はい、広い、ね、うわ、広い。もうこれはね、もうこの上ないっす。これっていやいや、これね、ここは、あ、そうだ、あっちだ、向こうに行って、ここであの芸をする、芸をするステージですよね、うん、向こうがベッドルームですよ。そうですね、ベッドルームと。やっぱりうまいことできてるね、こう徐々にね、本当にやっぱその格差が ね、お客さんに分かるわ。あ、来ました。全く分からないっていうのも、あの、ないからね。ここカラオケがね、あ、これはまたテレビがでかい。あれテレビがとにかく会場でかいね、いつもね。そうですね、ここはベッド3つ。これはいいわ、ね、なぜかここにベッドがもう1個あるんです。そうなんです。あ、裏に3つですね。あ、こっちにもあるんだ。まあまあまあ、なんかこっちもこっちでちょっと囲まれてて3組で出るってねこれさ、ぶっちゃけ子供も家族で泊まるじゃないですか。まあ、例えばお父さんお母さんと子供が、例えば4人も5人もおるという時は子供料金というのはあるんですか？大人2人料金なんですか？3歳以下は無料です。結構あのこうすごい大豪邸でここまで寝室に行くのっぽいのもお金かけてやりますよ、これね。ここは167平米ぐらいあります。だってですよ高級タワマンの最上階とかそういう感じですもんね。そうですね。いや、お前はそこのタワマンのイメージわかるけど、俺はタワマンのイメージがわからない。多分オークションですよね、このぐらいだと。オークションです、ね、贅沢な、贅沢、贅沢な、ね、私ここに住みたいわ、はい、なんじゃないの、こういうとこ住んだな、住みたいわ。そうですね、そしてね、この奥はね、お風呂なんです。お風呂、はい、これまたね、すごいんですよ。すごいね、これ。いやいや、出ました。風呂でかいですけど、これ何、岩盤浴がありました。岩盤浴付き、岩盤浴付き、岩盤浴付き。お前ありましたっけこれ？あります、あります。それ紹介してないんだな、はい、岩盤浴。お、あったけ、うん、あら、うわ、あったか、いいやん。わ、3人で行けますよ。3人行けるね下手じゃ4人でも行けるよ。だって、いいじゃん。だってこのフローのスペースで普通のここまでできちゃってるからね。普通のワンルームワンルームとか 1DK ぐらいありますってじゃあ、あの、いや、高級ホテルのスイートルームとは違った意味でものすごい贅沢ですよね。ここまでだと風呂広くないですよね、絶対。だからこれ使い勝手よの、要は使い方によってはもう下手すればもうレジャーランドの方がなんかみんな入りづらい気持ちはあるんだけど、はあ、でも入っちゃったらもう癖になっちゃうんじゃない？他にも様々な部屋があり、低価格で提供。時間に追われることなく、ゆっくりくつろげるのがホテルミラージュの特徴です。その他、メンバーズ会員になると様々な特権がついてきます。ビジネスでもよし、旅行でもよし、ホテルミラージュ、ぜひ来てくださいね。